三笘さん、2試合連続でマンオブザマッチを獲得してしまう。三笘薫が所属するブライトン派、第27節でリーズとのアウェイ戦を迎え、2対2で試合を終えた。先発した三笘派アシストを含むブライトンの全2ゴールに関与した。前節に引き続き2試合連続でプレミアリーグ公式マンオブザマッチに輝いている。三笘またマンオブザマッチか、三笘マンオブザマッチだよなそりゃ。トップ選手の証となるゴールプラスアシストで15は欲しかったけど、今の感じだと微妙やな。アシスト派だいぶ損している。2点目派アシストやろ。三笘ダントツやないか。そもそもブライトンサポが異常に三笘好きやからな有利や、理由は知らん。日本人だけかと思ったら現地でもかなり熱気あるらしいしな。そらブライトン120年の歴史の中で今が一番強いからな。今いる選手全員大人気や、明確な計画を持って作られた奇跡の世代。